てことで、ポケモンやった最新作もちろんバイオレットエバーガーデンじゃなくてス,スカーレットだっけ <laughs> <laughs> バイオレットエバーガーデン俺めっちゃ泣いたんだよね見たて見てないかなぁいやなんかあれやろ腕の義手,義手の女の人が出るよなんとか、ね、そうそうそうあれはねマジで泣いてよ友達が紹介しとったけど、うん、あそうなの うん、見てないね。俺はクラナドの次に泣いたね。ほんと、クラナドも見てないからね。あ,アニメあプラ、クラナドはね、見てない人が多いと思う。っ、まあ、ていうことで俺はポケモン・バイオレットをさ、選んだんだけど、だからそっからとって。あ,あ、なるほどね。そう、そっから、そう、俺はね、どっちにしようかなと思ったときに、あ、バイオレットだよな、やっぱ俺って言ったらって思ったから。なんか、バイオレット、だから俺そう、だからバイオレットをやったのがあれなんよ。うん そのポケモンで言うと金銀以来なよ。まともにやったのが。動画に書いとったよね。俺がうん。そうだっけあ金銀以来しますね。あ、そっか、俺、そっか、俺、実況やってたな。<laughs> もう記憶になさすぎて。うん、あの、あれやろあのー、再生されないゲーム実況やろ俺の <laughs>。<laughs> このラジオよりも再生されてないという <laughs>。<laughs> そうなんマジでね、このラジオがだからさっき調べたらさ、もう80何歩と90何回。 ありがたいことにさ、ああコメントまでいただいてさあ、でも、あらまあ、もドラクエとかの実況とかね、多くて50とかだもん。あ、そうなん。なんかね、やっぱね、みんなみ、いや別にいいんだよ。あれはね、だから俺がゲームをやるモチベーションを維持するために、ついでに公開してるだけだから、YouTube。ね、なんかゲームやりたいんだけど、なかなかこうやる気が起きんなっていう時にあげてる。もっと規制上げながらするとかしたら、い<や>みんな見てくれるよねいいよ。失うもんがでかい、それ。サッカー本、<laughs> 本職の方が。 <laughs> いや、じゃなくてそう、ポケモンについてを、だからさ、ちょっと、聞きたいんけどさ、君、ポケモン大好きよね。うん、もう、ポケモン廃人だよ。ねほんと、すごいらしいね。もう、努力値、個体値、いたことながら。そのさ、努力値とかってさ、そのな、なんだろうな、その、実際見えないじゃん。その見えないステータスをさ、組み込むのはやめてほしいよね。 え、見えるよ。16プラス N の考え。そんなあんのえ、見えんの努力値とかって。ああ、うん、見えるよ。あ見えるっていうか、ゲージで見えるかな。あそうなの、ね、知らんかった俺、それ。うん、自分で調整してるよ。なんか、んか期待値とかもさ、期待値ってあれやろあの、ウィルのマスターリーグでいうと、16歳にして、総合値75くらいあれば期待値高いってことやろ <laughs> そうね、あと5年したらバケるよね。やろうん、だいたいちょっと黄色があるとか、75くらいのオフェンスがあれば、だいたい北高いよね、16歳で。 そうね。そんな感じで。でそ,そういうことやるんだから、期待値っていうのはね。そういうのが分かるってこと <laughs> うん、そう。あ、そうなんだね。<laughs> いや、だから、それは,、ね、はないけどね。な,ないのないの <laughs> 期待値はないあ。期待値は今言ってなかったさっき期待値個体値とか。あ、個体値ね。もうちょっと早く指摘してもらっていいじゃん。<laughs> <laughs> ね、どこまで突っ走るんかなと思って。<laughs> <laughs> 結構突っ走っちゃったね <laughs> <laughs> そうあ。個体値ね。 あ、答えちゃうの。うん、要は初期能力みたいなやつ。この源泉そう,そう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 。あれが分からんね。うん、まあ、それはなんとなく分かるけどね。うん。うん。でも、その、やっぱ金銀までがあれだったじゃん。あの、普通のゲームボーイのさ、白黒でできたじゃん。確かにうん、で、ゲームボーイカラーになったのがクリスタルとか専用がね。で俺いや、金銀もカラーでできたよ。かカラーで,できた。ただ、どっちでもいけますよやったん。うん。まあ、あの、 ねえどっちでもいけますみたいなさやったやつやったけどさクリスタルからさもうカラー専用になったわけやんあそうやったんだねそうそうそうでうちの親に頼んだけど買ってくれなくてカラーをあーっていうのがあって俺はそこで終わったよだからポケモン世代で初代もやってんだけどもでも意外と金銀からやってないっていうその,その後のリメイクはやったけどソウ,ルソウルシルバーとかあの、うん、ハードゴールドとかうん リーフグリーンとか、その辺はやったけどさ。<う>結局で、最新作をやったわけやけどさ、進化したね。ポケモンだけになんかね。そうね。確かにね、進化してるよね。なんかね。え、な、あのな、なんだろうな。その進化したなんか,いやなんかシナリオがさ、なんかさ、その、なんか重厚になってるよね。まあ、特にね、今回のスカバイっていうんやけどさ、スカレット・バイオレットのこと。スカバイっていうの うスカバイはねやっぱりちょっと異質よあそうなのうん今までのポケモンの中でもなそのストーリー的にはこれまでの作品よりもしっかりしてる感じうん,うーんまあさその今までのポケモンも、うん、ジム行ったりロケット団と戦ったり、うん、困っとう人助けたりそういうのしよったんやけど、うん、それを改めてルートとして作って、うん、うんうん そのやることを視覚化した感じああ。いや、結構やること多かったよ。なんか、ジムリーダーだけじゃなくてさ、なんかスター団う,うん。要はああ,ああいう子たち好きよ、俺は。スター団のさ、あのポーズちょっとダサいよね。俺、めっちゃ真似したかったな。俺、たぶんちっちゃい。あれね、ちっちゃい頃やってるよ、俺ら。ちっちゃい頃、絶対教室で。はい、なんか、俺らさ、いや、なんか、俺ら、<laughs> 俺ら、何回か、カメハメハさ、出したよ。小学生。なんか、んか元気玉集めたよ。 ね<ー>マジで。それと一緒何回瞬間移動のポーズをしたよ今の子はスター団のポーズをだからするんでしょダセーダセー。悪いけどダセーは。いや、そう、ダサいのがいいじゃん。あまあね。いや、そう、ダサいけど印象に残ってる時点で俺ら負けよう。もう、あのポケモンのゲームフリークに、<ー>もう俺ら負けとるよ。ダサさの中に中毒性があるんだよね。<laughs> そ,うそ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 う。一周回ってたやつよね、まさしく。 まあね、だ今回のスカバイはやっぱり挑戦よね。新しい挑戦。うん、1個前はどんなんだったっけ ?1 個前は何なのポケモン ?1 個前はケンタテやねあん。ブリリアントダイヤモンドとかちょっとあるけど、<ー>アルセウスが。うん、完全新作、リメイクなしっていう意味ではケンタテ、えー、かん <laughs> 難しいアルセウスがほぼ,ぼ完全新作なんやけど、 うん、えっと、ダイヤモンドパールのカッコだよね。パコアルカセル <laughs> そうそう、スペインのね。うん、そ,うそうそうそう、よかった。あ、よかった。そうパコアル、ああ、アルセウスうん。わ <laughs> かんない。パコアルカセルうん。だけど、ち、う、ょ、ん、っとまあ、リメイクっちゃリメイク。その完全リメイクじゃなくて、ちょっとオリジナル要素強めってことそうそうそう。だけど、うん、その新作としては剣立てかな。はあははあ 剣立ても、やっぱ剣立てから見ても今回はだいぶ進化してた。うん、剣立ても進化しとったんやけど、うん、剣立ての進化をよりエボリューションした感じだね。エボリューション <laughs> エボリューションやばいね。ここやね。<laughs> そ,うそうそうそう。そうワイルドエリアレボリューション。やばいね。それはやばいな。へぇ笑いすぎやろ。<laughs> 自分で言っといてよ、それ俺俺俺は何も言ってないよ、別に。やっぱり地球儀欲しい。欲しいね、ま、見えないラジオだから。<laughs> お前の家族が入ってきたらびっくりするよ、んか <laughs>。そうね、そう考えたら、まあ、確かに進化はして、剣タテも確かに進化した。ああ、毎回進化はしてんだね。剣 スエオ機器に移行したっていうのもあるよね。ああ、はい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 。今まで、ケンタテの前が、まあその、レッツゴーピカチュウとかもあるんやけど。ああ、うん、やったやった。レッツゴーピカチュウやったわウル。ウルトラサンムーン。ああ、あったね。聞いたことだけある。うん。までが、その、携帯機。うん,うんうん。3DS やったっけうん,、うん。そっから、スエオ機器に移動したのは、そっからやけ。大きく変わったね。 やっぱそうなんだね、うん、えポケモンって今何匹俺らがだ,、えー、っとだから、えー、っと赤緑の時点でポケモン150匹やろでそこからもう、うん、25年が経っとるが今な180匹ぐらい今。バカか。じゃあ、あのー、クイズね。うん、はい。デ,デうわ、ベタやな。<laughs> えー、現在、ポケモンの数は 次のうち何匹でしょう三択や。あ,あ、三択タクをお金か。<laughs> 勝手にサンタクスしぼるれみんなもんとびっくりおります。ね、いきます。はい、A151 匹いや。これはないわよ。B152 匹。D153 匹。いや,いや,いや5 3匹。D153 匹。 千十、うん、匹。いやなんか、一個だけなんかおかしくね。あ、四択 <laughs> <ん>じゃ四択え。じゃあ、ちょっとあれ、えー、じゃあ、テレフォンでイクマリさんに電話していいかな。<laughs> イクマリさんなら歌えるやろ <laughs> え。そうね。あの、結構時間かかると思うけど、かかるうん、数えないかもね、一回一回。今何匹目って、なんかね。そうかイクマリさん、ダメか。じゃあ、でもそう、千、え、もう千何匹じゃん、じゃ D?D。<D? S 1> D 本当にいやいや、D、D やろ。だって、逆に152、ね、とか3だったらさ、もうちょっと頑張れよってなるよ、デザイン。でもこんなわかりやすいことある逆に、ね。逆に怪しいよね。疑うよね。<や>うん、疑うやろ疑う。ブッフォンがめっちゃ右開けとったらあけ、疑うやろあ、疑う、疑う、疑う。PK の時に。これ誘ってんのかなるよね。やろ うん、そこで君は何を選ぶかよ。うん、あぁ。いやいや、右狙うかもしれない。いれでも。じゃあ D。D やな。間違えたら YouTube チャンネル消去いいあ、マジでちょっとあと1時間考えさえ。<laughs> <laughs> それ困る D でしょ。正解を発表します。はい。ポケモンの数の正解は。ドゥルル D めると。やろうねやろうでしょね。そんなにのせんもいのえまじにんの。いかましょ歌えんの。歌えのいかまじょ。声かすかすになってる。最後のありよね。多分ちょっと水のもととか聞こえてくる途中でそうね岩山んンネルでるのね。好きでそれはきみ。Yoyama とんでるのね。お月見やまじゃせん超えてます。そんなにの。うん。 え、マジで、えー、これからねまた、あのース、スカバイのダウンロードコンテンツがあるん、ねね、だったら、リージョンフォームとか増えるかもしれんけ。わからんけど、さらに。スカバイがダウンロードまであそうなんだ。うん。1000超えてるよ。あ、1000超えてんのね。うん。すごいね。要はそんなデザイン考えたねそこまでね。まあ、若干ね。うん。なんか、うん、かぶっとうやつもいるけどさ。 えそうなの、うん、なんかお前、危機感あるな、みたいな。あ<ー> <laughs> あー、ちょっと <laughs> デザイナーさんも困ったんだろうなっていう。えー、正直あるよね、そこは。うーん。まあ、それしょうがないよね。うん。まあねだ何。何匹か犬っぽいやつも猫っぽいやつもいるもん。そうね。うんそ,それそう犬でそんなにね。え、個数増やせんしね。まあ、そうよね。 逆にちょうど1000匹目のポケモン知ってるあ、気になるね分かんない。記念すべき1000匹目。どんなポケモンなのうんとね、やっぱり記念すべきポケモンやけ。ゲーフリも力入れてるよ。うん。やろうね。ちなみにスカバイで、ツッツは多分捕まえてないと思う。あ、そうなのでそれ分かるな、うん、そのか、隠しキャラ的ななんか条件的な あのねうん、すごく難しいあそうん俺もさもうそう、サブイベントとかめんどくさいからさ、ポケモンに限らずだけどさ、もう一直線でやっていくお使いとかいでそこらへんの小銭とか取っても全然気にせんやろ。めっちゃ気にする。<laughs> 光ってるものはとりあえず拾うよあ。その小銭をね、1000枚集めたらね、ポケモンになるよ。え、そうなのそれが1000匹目のポケモンえ,せえ、1000枚集めんの ?1000 枚、千 <laughs> 枚,枚集めます。え、なんそれ。あの、1000枚の。 あのコインを集めなきゃんだよね。コインなんか、ね、あったよ、なんか。あったやろうん。あ,<の>あれを狭い。そうそう、コレクレっていうコインポケモンゴリム。コレクレ、ちょっと調べていいじコレクレちょっと待って、コレクレ、コインポケモンあのコインを持っている銀色の謎の生命体。コレクレコインポケモンゴれコレクレ、どうよ。コレントバッグにか。あ、コレクレ、なんかでも。 ななんか悪そうこいつのコインを1000枚集めたらははははいはいはい、はい進化することができるっていうポケモンがいて <laughs> でコインポケモンその名も、うん、サーフゴーお前ちょっとその名も聞こえんかったなんて <laughs> サーフゴーササオウサーフゴーサーフゴー<う>サーフゴーっていうポケモンが1000匹目 これ、これくれがさ、コイン持ってるさ、絵があるんやけどさ、うん、今後も任天堂はポケモンで稼いでいきますっていうさ、意気込みなんかな。そうそう、そいつから、ね、コインを奪い取らなきゃね。マジでそうそうそう。これ、千匹目のさ、そのデザイナーさんじゃないけどさ、相当夜な夜な悩んだやろうね。うんどんなにするかっていう。まあでも、サーフ号の、 その見た目はまあ手抜き感はまあこれじゃ言わんどこサーフ号はニンテンドのホームプーがお前動くぞお前深くは言わんがサーフ号これウソッキーじゃん <laughs> <laughs> これ今言ったけどウソッキーじゃんこれさっきサッキーではないウソッキーじゃんこれ <laughs> お前そんな金ピカなウソッキーはないやろ色違いじゃん違うしいやいやこれウソッキーじゃん俺 俺ウソッキーわかるよ、金銀にだから。<laughs> ウソッキー見たことないやろ。あの木のくせして岩タイプっていう完全な初見殺しの。そう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 。お前弱点なんなんてた逆にきたくなるような。<laughs> 逆にこのサーフ号のタイプなんでしょういやこれいやタイプあー、どコああノ、ノーマルじゃないよな。草じゃ、頭に草っぽいの生えてるよな、これ。 <laughs> まあね草っぽいって言われれば草っぽいかもしれんけどえっ何だろうあでもなんか波乗りしてるなこれ水かお,じゃおえー、水と名前にもサーフって言ってたしねそうおなるほどお水だ一個はおえ水と何なんかフォルムにヒントあんのこれうんある水以外でこの滑らかな曲線美 滑らかな曲線美をタイプで表すと、フェアリーとかわかんないんだよね。おおフェアリーお水とフェアリーで。正解は、鋼ゴーストです。もう全然違う <laughs> <laughs> びっくりした。<laughs> びっくりした。今日一。もうこれ今日一びっくりした。<laughs> もう一回。なんてアくなんつった 鋼とゴースト。鋼とゴーストうんサフゴだけど、この、金、金ぴかなさ、その、金属感。うん。まあさしくあ<ー>鋼。なるほどね。そして、この、滑らかな曲線尾、まさしくゴースト。いや、滑らかな曲線尾がゴーストっていうのがわからん。えから逆サフゴの名前 <laughs>。逆にさ、その、 そのサーフゴの名前もさ。言い方を変えずとさ。うん。サーフゴーえー、もう全部いける。もう、な、それ、なんでもいける。<laughs> ちょっと、お化け。その草。なんちゃいける。謎の草も、ほぼほぼ草ゴーストやけね。ほぼほぼ。な、まあ、ほぼね。まあ、ゴーストっぽさはあるよね。う,ん,うん、で、その、やっぱり。ゴーストポケモンといった、ら滑らかな曲線美じゃん。いや、分からん。なんか、俺、ゴースト。ゴースト ゴー,ストかゴーストとかもさ、うん、あゲンガーがゲンガーに滑らかさはないよ、あれは。ゲンガー思い出してみ、あのー、お腹らへん。うん、滑らかや。いや、あれは全部そうだよ、あれ、滑らかって言ったら。<laughs> <laughs> あのナッシーの,あの,枝,の枝っていうか <laughs>、体の部分とかも。もう枝って言っとっ言っ、ね、いてそれは草タイプだけね。そうだね <laughs> <laughs> あこれが千匹目なんだ。 なんかサーフ号。鋼ゴースト。でも1000匹目がなんかゴーストっていうのがなんかちょっと意外だね。だけまあ、そのね、ゲフ不利としても、夢うつつ半ばで、うん、なんでもないわ、うん、やめとこう。へ <laughs> <laughs> ー、そうなんだ。これが1000匹目なんだ。そう,そうそうそう。そうそこじゃこれ、でも。 今でもさ思うとさポケモンをよくこう学校行く途中とかでさ友達とさ150匹歌いながらさ、うん、それこそイクマリさんのさピカチュウ帰りのさうん歌いながら学校行ってたわけやけどさうん151匹のポケモンが覚えれてさ何で俺らはさ仕事を一つ覚えるのにあんな苦労するんやろね一つ一つのものの名前とか場所の名前とか、うん、そうね あんなにポケモン言えたのにさ。やっぱリズムなんじゃないああ、ピカチュウ、海流うん、ポリゴン、ピジョン。いや、ヤドラン、ピジョン。<laughs> <laughs> ポリゴン出すの早いやろ、さすがに。<laughs> ポリゴンショックやる<は> <laughs> や,やん。<laughs> まだ早い。ピカチュウ、海流ヤドラン、ピジョン、コダック、コラッタ、ズバット、ギャロップ、サンダース、メノクラベ、堂々立つあ、誰だ、これ著作権引くからか,か,かも。 堂々たっつ、そっからわからんもんね。ポッポ,ポポポやなこと言う。ポポポポネズミ先輩やん。<laughs> 先輩誰がたたいたそこでそこでまさかネズミ先輩ダメ <laughs> よ、ネズミ先輩いろいろ引っかかるばいあ。いや、まずいね、ちょっとね。いや、もう引っかかるっところだやろ、<laughs> もう。<laughs> 怖くはないわ、さすがにもネズミ先輩は。 まあ確かにね、その好きなことはね、やっぱ覚えれるしやそう。そうなんやろうね、やっぱ子供の頃の記憶力よね、だからね、それで言うと。うん、うん。子供の頃、そんなに長くなかったけど、あいつの名前覚えとったりするやん。ドイツああ、その、全くその、友達じゃないけども、その、隣のクラスの誰々とか一年一組の出席番号一番はあいつやったな、みたいな。だいたい番ってもう、もう相川さんやろ。え 違うよ。何<の>綾野コージー賞綾野コージー賞知らんあれ本名じゃないと思うよ、俺に。<laughs> <laughs> さ綾野コージっていう名前のさハードル高いよね。ああ、そう。綾野コージですみたいな,なさこうプッサイクなさ、なんかさ、ドゥフドゥフィーながらさ、綾野コージを今、敵に回し上げる。結構限定的よね、あんまおらんと思うから。 <laughs> 名前のさ、西園寺とかもさ、なんかさ、あもう西園寺ってなんかお金持ちでさ、うん、なんかもうスマートな印象表さ、こう、なんかドゥフドゥフ、ウ、like. <laughs> みたいなさ、シャイオンリシュみたいな、歯がないですみたいなさ。いや、俺はそうは思わない。うん、お前、いいやつやな。<laughs> うん、西園寺も西園寺の人生があるからね。<laughs> そうやろうね。なんかもう、名前のハードルってやっぱあるよね、それで言うとなんかね、俺は思うけど。 ね、逆にさ、その木村拓哉もさ、あ<ー>もっと変な名前つけてほしかったよね。例えば。木村拓世の像とかさ。拓世の像 <laughs> もう多分おらんやん。いや、いないね。だけど世の中に木村拓哉さんはいっぱいおるわけやん。いるね。その人たちがさ、どんだけさ、木村拓って言われたことが。うん、うん。ねもうそれ以外ないもんね。うん。でさ、その、 病院とかの待ち合いしてさ、木村拓哉さんって言われて、もう女の人と全員振り向く。さぁさぁって。からの一重とか言ったらさ。お前それ一重の人馬鹿にするよ、それは。それはお前一重の人馬鹿にする俺。俺一重や、け君さ。いやいやいや。ダメだよ、一重の人を君にそんな言ったら。なんかもう、しょぼしょぼ二重とかさ。しょぼしょぼ二重ってなんなんその木村拓哉さんがもうさ、もう美形やん。うん。 イケメンの代名詞みたいなもんやん、要は。うんうん、その名前を与えられた一般ピーポーがどんだけ苦労したかよ。まあ親を恨むよね。な、うんでって言いたくなる。まあそう言うとさ、そのドラえもんのジャイコはやっぱ偉いよ。なんでジャイコって名前ないのしてたない、ないのそうそう。ジャイアンとか合田強しとかやん。うん。でも、ジャイコって名前あ明かされてないんゴーダジャイコうーん。合 <laughs> 田なんかなんやけど。 そのななんかかは明かされてない,いそうなのそう明かすとその同じ名前の女の子がジャイ子って言われるんじゃないかっていうことでああそうなんだそう優しいやん優しい <laughs> その配慮か確かに今,今の時代だったらね怒られるもしだってもしさ合田朋美さんとしてさうんともみって名前の人はジャイ子って言われるわけや、うんジャイ子って結構女の子からしたら引き続くな、ね、い ともみちゃんはもう俺の初恋の人の名前やから、まあんまそうは思わん、ね、ああ、あの人か。いや、あんた知らんよ、俺の小学生時代から。えああのともみじゃないあ、あのともみじゃない違うよ、バカ野郎やめろやめろ <laughs> 違う違う違う。<laughs> あれやろあのー夜な、夜中にうちに来て高校野球の審判の話をして帰ってたっていう。え、それはちょっと知らんけど。うん それはダメだよ、君。それはダメだよ。うん、じゃあ、お前、重<あ>モに恋をしがちないね。あ、そうそう。もう日本全国トモさん、気をつけてください、ほんと。後ろから触られますよ。すいや、触りませんよ、別に。いやそんな。<laughs> 触りはしない,いきなり。めん,ねうん。確かにね。おらしたね、いたね。トモミって。えー もトモミっていうさその,その人のことをさいつも名字で呼んでたからさあのさねもう,そ,うそこの話はまた今度しようちなみにポケモントレーナーにもトモミ出てくるよあってやつポケモントレーナーを今さ一つ一つ名前があるねもう虫取り小僧じゃなんちゃらとかさそうそうそう虫取り小僧のゴロウとかあるいたっけい,いそう, <laughs> そう虫取り少年とかねうん 今何が、あれだっけあのー、それをトレーダーの種類的に言うと何がいるんだっけ虫と一緒で、ね。スカバエになってね、<ん>リストラされたんいっぱい、うん。あ、そうなの減ったのあれで。そうそう、あの、ミニスカートとかおったの人あ、いたね。はいはいはい、わかるわかる。今ミニスカートおらん。なんでそんなミニスカートとか、せっかれん。いや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 。 日本全国ミニスカート入ってる人よ。それならそのタンクトップとかも出てくるわけ。ああ、タンクトップの七装での。七装での。さとみが七武装でってきた。こいつどんなポケモン使うやろってなるよね。わからん、読めんよね。読めないよね。もうこのなんか、虫と少年とか虫とり小僧ならさ、あ、こいつ虫とり、虫タイプなやつ。カパン小僧のやったらね、海。あ、海や。 七嘘で <laughs> 七嘘でなんだか風鳥ってなるよね。十部でも五部でもない。<laughs> そうそうそう <laughs>。季節限定されるよね。だいぶ <laughs>。そういう,うんミニスカートもおらうしあ。いないんだ。昔何がいたっけあれは。短パン小僧かよ。短パン、今いる短パン小僧。短パン小僧はおらんじゃないなあんま覚えてないんだよな、種類そのトレーナーの。短パン小僧おったっけな七部ズボンの。 七分ズボン加藤とか。七分ズボンってどこあのすねすねあたり <laughs> 七分ズボン、うん、あ、理科系のとことか昔、ね。あ、理科、あ、いたいた理科系のとこ行ったね。あの、あ<ー>ベトベトとか使ってくるね。そう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 ,そう,そうあの。お月見山にいてね、あの、貝,あの貝とかのね、化石をくれるとか。あ,ね、あ,あ、そうなんだ。そうそうそう。 でもなんか最近のポケモンはなんか、ほら抽象的なキャラクター、中性的なキャラクターが多いよね。ああ、やっぱね、世界に進出したからね。やっぱそういうのなんか配慮してんのかななんか。んんかこれは男か女かっていうキャラクターが多分何人かいたんよね。ようん要ね、そんなんでも炎上しようしね。するよね、ほんとね。あのルージュラ事件とかね、知ってるっなんか聞いたことある名前。ルージュラの色が紫になったよ。 うん、ああ、そう、なんか海外では違ったりとかするんでしょ、なんかそういうの。そう,そうそう。もうね、もう俺はポケモンと共に歩んできたから、ポケモン、詳しいによい。いや、詳しいだ、ね、よ、うん。そんな、君に一ついい雑学を教えよう。お、何あの、つつが一番好きなポケモン、あれ、おりゃん <laughs>。シャワーズ。シャ,ーズシャワーズだよね、別に <laughs>。シャワーズよ。うん。シャワーズって何ポケモンがしてる 水じゃん。じゃじゃあ、の、ネズミポケモンとかさ。ああ、あれなんだミドリフトシャワー。ワーズ何あれ、シャワーズ,シャワーズ、ね、あの、泡吐きポケモンっていうい泡吐きって結構危ないよね。でもね、泡吐いてるって言ったらやっぱよねな。なんと、そのシャワーズ、レベルアップだとか、卵技で泡覚えません。うん、え泡吐きません。せん水鉄砲とか、バ,バブル光線を そうもうもうバブそうこうポケモンやね。バブそう <laughs> バブよね。ただの泡じゃないよね。たもそうそうって俺そう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 いうそ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 ってさユンゲラーのさ初代のポケモンのさ紹介がめっちゃ怖くてさ。うそうそう あのー、目覚めたらユンゲラになってたってだろ。そうそうそう、すごいじゃん。うん、知ってる人。目が覚めたらエス、エスパーシ年がネユンゲラって、さらって書いてあるけど相当怖いよね。あれね、その、ユリゲラとサイバン判所になってあそうそうでも最近和解したって言ってたなんかね。そうそう、今までポケモンカードに、ね、ユンゲラおらんかったの。あ、そうなのあ、その影響で<う>あ、それしなかった、うん。でも和解されて、ようやくね、実装されたの。へえ。あ、そうなんだ。 全員はポケカすごいからね。あれはさ、一つの資産だよね。うん、俺もね、持ってるよ、一枚いいの。あ、そうなの、どんなやつあのね、売ったら4万ぐらいする。あ、マジでそんな、そんないいやつうん。あの、かわいい女の子の。いや、えっとね、ピカチュウ。あ、ピカチュウなののね、アートレアっていうのがあって、うん。すごいおしゃれな絵柄のピカチュウがおるよね。 だか、うん、だね、九枚おるよ。ピカチュウ以外にも。うん、ポチエナとか。ああ、わかるわかる。チルットとか。ああ、わからんな。え、わかんないわからん。本当にわからん。あと、ビッパとか。ああ、わからん。あ、メリープ。あメリープわかる。あの、羊みたいなやつやろ。あと、パラス。あ、わかるわかる。あのー、あれね。わ、うん、かる。初代いたもん。あと、ヨマワル。<laughs> よる <laughs> 分からん。<laughs> あと、ナエトル。ああ、ナエトルはわかる。リオル。分からん。ルカリオの進化前。あ、ルカリオね。うん、あの映画になった子かね。あそ,うそうそうそう。あ<ー>が、その9枚セットのやつがあるよね。うんあれが、その9枚セットで約4万前後する、今、買い取り。ははははピカチュウだけでも2万ぐらいするし。あすごいね。 そうそうそれを持ってるよ。へえ<ー>。ただそれぐらいかな<ー>高いの。いやすごいね。でも今ほらなんかあの女のなんだっけなんじゃもか。かも<ー>すごいよね。えぐいね。あれ何？なんじゃもよ。いやなんじゃも可愛い,いけどさ欲しいとは思うよな。うーんそうね。そんな人気あんのかなやっぱりね。うーんまあでもさその大人が。 その大人返しでさ、子供が手に入らんとかいう,うん、うん、苦情もで結構出てるんやけどさ。はい,はいはいはい。はい逆によ、うん、子供からしたら欲しいカードが安く手に入るよ今。ああはいはいはい。大人が箱買いするけん、そのんじゃもとかが欲しいわけやん,うん、うんで。それ以外の砂箱はあ、パコンはとかポケモンは。<コ>ン<笑><笑>新しい、ね。るんうる、ん、の。ああ。 で、安く買う,買う、買えるってこと。欲しいものが安く買えるってことかさ。そ,のうそうだけ1枚100円とか1枚10円とかで買えるけ。でもさ、その、やっぱあれ、ああいうのってさ、こう、開ける楽しみじゃん。何が入ってるからっていうさ。まあね、まあ、ね、まあ、ね、まあ、ね、それは分かる。うん、お,お,お,おじさん、<laughs> <laughs> きったねおじさん出てきたきったねおじさんが。<laughs> それはね、確かに。そ、それはね、その感覚かな。確かに欲しいものが、ね、手に入るっていうのもいいんだけどさ、 うん、確か高いもんな、今ポケモンカードとか、あのその売,売ったら、ね、売り値が高いのがいっぱいあるもんね。ううん、うん、そうだね昔ポケモンカード買ってたけどさ、あったのかもね、うん、持ってればっていうのは、は遊戯王カードもそうだけどさ。ああ、そうね。昔もっとね、レッドアイズ持っとったよ、俺。お。あ、俺持ってた。パラレルレアの。あなんか聞いたことある。うん。おいは多分ね、本当に初めて買った。 その遊戯王カードドでレッドアイズが出たよお<ー>初めて買ったやつでさここで人生の3分の1の運使ってしまったよね。え、俺どんだけ運ない <laughs> そんなに運ない人に見えるうんおお<ー> <laughs> んだって誘導人もやねはめられたわ <laughs> うんいやその初めて出たレッドアイズをさ使ってあの近所のさ平田くんと対戦したよ平田くんってか2個ぐらい上の 当時あ,あの、サンジの声をしてるでしょいや違う違う違う、その平田さんじゃない、違う違う声優さんじゃない。あ <laughs> <laughs>、あの声優さんじゃなくてさ、あの時とかね、うん、タイガくんっていう名前でさ、マジでヤンキーな小学生やったんやけどさ、うん。とさ、なんか、その、負けたら相手から好きなカードもらっていいんだぜみたいなさ、言われてさ俺まあそのル,ルールとかよく分かってなかったから、声優業もさ。あ、遊戯ボーイの時代やね。あ、もうあれやん、それトゥーンワールドやん。<laughs> そ,うそうそう。ヘカサスジェクロフォートやん。 <laughs> ユーギボーイの人やん。絶妙に似てねえねん。お俺結構俺前は似てたんだよ。<laughs> ユーギボーイ <laughs> ミニのトゥーマールでーす <laughs> って言うたよね。<笑><笑>似てない <laughs>、うん。俺もそう思う。もうやめよう。<laughs> <laughs> そう、そうで取れたやん。で、今あれ持ってればさ、あの、ヒは。 この聞いてる平田くん、返してくんでるかな、マジで <laughs> あの。でもその人の多分、あの船の上から捨てれなんじゃないかな。あ、マジであれさ、れさ <laughs> インセクター派が、<laughs> うんうん、あのなん、島に行くところやろあの <laughs> <laughs> そ<う>、そいや、マジで、その、なんか大富豪的なルールでさ、取られてしまった。最下位のやつが取られてる、ね、あ,あ,あれはちょっとショックやったな。<laughs> でも三35分も喋ってるから。ね、お盛り上がったね。 盛り上がり伝わればいいでしょうけど、うね、それは家に着くからね。そう,そうやね。<laughs> もうここやからね、これね。一応だいたい30分も歩きゃ家に着く。<laughs> で着くよねもうだで30分以上歩ると違う航空街に出てしまうからね。寄り道しすぎやね。<laughs> そ,うそうそう。よしよし